では今日はお買い物に行ってきます。はい、スナイデルのデニムに、はい、チャオパニック、はい、ね、なんか顔色明るく映るかなと思って。そう、チャオパニックだ。うん、チャオパニックで行こうと。最近カジュアルにハマってまして、はい、はい、ちょっと色のある色、色のあるか。またイカ探してんの？都会に買い物に行きます。やっほー、イカ探れるよ。パパ、腰痛で腰痛くっついて挟まれそうかな。いや、話しかけてください。嬉しそうに、ほんまに。もう一個おるかも言うて。ほんま見なさい。もう一個おるかもの顔しなさい。ちょっと。ちょっと？もう一個おるかもな。いや、大変だね。はい、行ってみてください。はい、ありがとうございます。買い物はめっちゃ久しぶり。ほんまに久しぶりやな。もう数え、なんていうか覚えてないぐらい久しぶり。半年以上ぶり。そうそう、見て残念な。さあ、何今日2月1人でや。今日でお休み終わりやった。もう1個おるやん。ちょっと出てくる。ちょっとコラ待てよ。コラ待てよ言うても聞かへんよ、そんなの。あ、これでいいかな。おはようございます。カメラじゃないの。中は目立つので。早いや、何分前に着いたん？5分前。5分前ね。5分前。素晴らしい。まあ行こうじゃ。今日はですね、買い物に来ました。夏物を。ああ、もう買いにね。そうやな。そうそうそう、買わないやばい。そう、やばいよね。暑すぎてやばいよね。どうや、どこで服買う？ユニクロやな。結局一番いいからな。そうそう、今日はね、これ阪急に来ました。いや、でもスマホかあんま加工がない分さ、ただのアラが見えるよね。でもいけんちゃう。まあ意外とね、まあ、15プロ。ああ、じゃあいける。まずはコスメを買いたいと思います。去年はこっちタイプ買ってたんですけど、仕上がりにそんなに差はない。差はそうですね。ただやっぱり粉が細かい分しっかりつくのは粉のままの方がこっちの方が、はい、そうなんですか。だったらこっちにしようかな。こっち一つと、はい、アイシャドウのプライマーってありますか？はい、これ一つと、はい、これと何でありますか？かわいい。ちょっと私アリエル好きなんで。テーラームーンっぽい。レトロポップ。え、これ何？かわいい。かわいいけど、こんなん持ってたら若い子ぶってる感じする。かわいい、この iPhone ケース。iPhone 何本？ SE8 とかめっちゃ前やん。SE は使わない。なんだって、これめっちゃかわいいのに。あ、かわいい、かわいい、この色。でもこんなんもほんま元の感じするけど。かわいいな。私これ買おうかな。最近も映画一人で見に行ってさ、アリエル。一人で？グッズも10点。5種類ぐらい。あ、これ買おうかな。15プロだよ、トラちゃん。いや、でも私の好きなキャラクターおらん。しかもなんかそのキラキラじゃなくなったな。なんかね、なんていうの、ちょっと大人になっちゃう。子供服売り場にやってきました。見て、なんか珍しい柄のワンピースじゃない。24,000円。うん、ちょいな。ね、ディズニー行くのにこんなんとか可愛くない？これおいくらなんだろうな。ステラマスカートブランドものだ。あ、これ3万円コーデな。いい値段すんな。3万ってだって俺の靴でだって3万5000円 4万円ぐらいで。ガチガチ。しかも別に4万の靴ってそんな安ないしな。キラッキラやな。いいんちゃう。でも、ね、それは何でもポシェット。何入れるんだろうこれ。まあでも別にさ、ちっちゃい子に物入れたカバン渡すことないからいいんちゃう。なあ、そんなんいいんちゃう、ね、かわいい。 これしようじゃあ、キリちゃん。ちょっと何に使うん？それどういうこと？これサングラスじゃん。子供とか結構サングラスはいると思うんだよ。あ、やっぱいるんや。うん。いやいや、雨ですね、トラちゃん。うん。まあ、そんなプランと思ってます。そうだね。久しぶりに来た。ヌー茶屋町にやってきました。何があんの？でもこれちょっと気になってて、チーズと生ハチミツ。でもあんま好きちゃうやろ、こういうの。チーズとハチミツ両方あんまり。さあ、じゃあご飯屋さんにやってまいりました。お肉、お腹すいたね。一人ってこと？それともじゃない、一人じゃない。だからこれ2人前頼むべきじゃない。ああ、そういうことか。うん、でもお肉やでな、これぐらいするかな。あ、え、こっちはバンドルね。あ、そう。あ、飲み物も2人という感じよね。大丈夫。しゃぶしゃべって普通にウーロン茶でいいな。しゃぶしゃぶとお寿司。うん、米作ってさ、どうせってお寿司の前は。でも湯葉の作っても全然いらない。いらんの？いらんの。湯葉の作ってもその刺身持ってこい。おかしいな。何それ。なんで豆腐の皮の。でも食べ比べランチもある。今日はこっちにする。え、それだったら俺これでいいよ。え、そしたら豚つかないよ。ちょっとちょうだいよ。じゃいいよ、交換しよう。でも値段も一緒だよ。あ、そう。なんでもうこれでよ。もう分かれ。何言ってんか分かれ。はい、じゃあそれで、あ、あとあ、ウーロン茶2つ。ウーロン茶2つ、はい、この名は、チョーパニックだ。あー、ぽいわ。
あ、そうでしょ。そのシャンパニック入った靴ないけど、オレンジの服ってマジ初めて買ったの。あー、見たことない、ね、で、ピンクとオレンジだよ。今通るんやって感じあるけど、カジュアルは、うん、まあ、珍しいな、そのそっち1回行ってさ、カジュアル行くってあんまなくて、カジュアルやってどんどん切れ目によって最終的になんか、ね、落ち着くママファッション、なんかスナイデルみたいな感じの見た目になっていくとかいうと分かるけどさ、逆系はね、私ずっと綺麗な服しか、綺麗系、可愛い系。え、じゃあ俺もさ、あと1年後とかしたらラッパーみたいなさここに金のチェーンとかつけてんのかな。え、だって俺もずっとこれ。いや、そこまでの大幅チェンジじゃなくない、別に今さルールジャラジャラしてないけど。ありがとうございます。すいません、ちょっと出しづらいですよね。すいません、すいません、本日はですね、お付き合いしていただく。いただきます。いただきます。わー、冷たくていいわ。食レポ下手やな。あー、こういうのなんていうけ、赤いこんにゃく、あるよね。赤こんにゃくちゃん。うん。じゃあ、しゃぶしゃぶ来ましたよ。これ、めっちゃ傾けても落ちないし、いいね。あー、そうやな。ネギ包んで食べてねってやつでしょ。いや、私ネギは大好きだよ。ネギ入れたのか。うん、適当にポソッと。はい、はい、いただきます。いただきます。おいしい。いいね。うん、ベリーグッドやな。ベリーグッド。ネギめっちゃ美味しいんやけど、ネギすぐなくなる。最近何してるの？でもね、我が家も混むとこ行きたくないから、田舎ばっかり、川とか行く。でも川ちょっと怖ない？なんかちっちゃい頃はさ、自然で遊ぶって別に田舎の方におったから何とも思ってなかったけど、今思うとさ、自然で遊ぶって生きるか死ぬかや、明らかに危険度違うなと思って。結局やっぱり川とか海で遊ぶよりさ、やっぱプールの方が安全や。結局運やなって思うね、今まで生きてこれたのに。やっぱその自然で遊んでてさ、今振り返れば、いや、あの時一歩間違えてたら危なかったなって思うっていっぱいあるし、で、子供の頃なんてそんな分別は使わんかったし、よし、牛入れるか。うん、入れてくれ。これが香味牛ですか。いやだ、私しゃぶしゃぶなんて食べてる、嬉しいな。サラープリーズ。はい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 。普段子供たちの食べるものしか食べないもんね。まあそうなるよな。ゴールデンウィーク中に映画2つ見た。コナンとブルーロン。コナンめっちゃ聞くわ。コナンいいよ。コナンいいよ。コナンいいよってめちゃくちゃ聞くわ。で、美容師の人にめちゃくちゃ押されて、何してますみたいな話。まあ普通の世間話から入って、なんかやこうこうこうでしますみたいな。あ、僕ねっつってコナン見たんですよ。いや、明らかにそのそれを言いたいがための前振りやったのがなんか全然いいね。それは自分の好きな話してくれって感じやけど、なんていうの、こうあるね。でも使われたっていう、俺のこと聞きたいんじゃない、ないぞっていう、それは明日のためのやつや、今もう完全に思うんです。でそっから、そのそもそもコナン君映画見ました、ね、いや、あんまコナン君 見ないですよね。いや、あの今回のはその全然見てない人でも全然見れますよみたいな。だし、マイク・コナン君って映画でちゃんとなんか誰々がどんな人って結構説明してくれるから、キャラも多いし、だからあの、いけますよみたいな話をされるの。で、あ、そうなんですね、コナン君かみたいな。でも、いいらしいな、結論。すっごい、その後、すっごいコナンの話またされたんだけど、そコナン好きだったんやな、そこの人。ずっとコナンの話されて。いや、でも、私はコナンさ、映画しか見てない派なんよ。でもよかったの。ちょこちょこ、やっぱ分かんないネタあったよ。分かんないよ。あ、うん、嘘つかれてるやん。これで終わりじゃなかった。うん、まだあった。そばもある。そばもある。やばい、だから早くお肉やって。違う違う、お腹いい。詰め込まんと何言ってんの。残すわけない。詰め込むねん。いや、それ詰め込む、最終的には詰め込むけど。そう、だから肉は早い方がいいね。ね、お肉は先に詰め込む。いや、でもさ、こんだけ残してて大丈夫。いや、野菜は水だからね。いけるいけるいける。まあまあ最終そう、うん、溶けるんか。本当に溶かそうと思ってるわけじゃない。水ぐらい飲めるよ、野菜。お肉さえ、お肉さえしね。肉寿司、いただきます。うん、食べやすくて美味しいよ。うん、肉寿司。うん、しかもちゃんとあれやな、ちょうどいいところの部位使ってる、うん、赤身すぎず、脂すぎず。うん、美味しい。最近ガリ食べるようになったんよ、うん、あ、結構辛めこのガリ。いや、料理作るようになって食べれるものめちゃくちゃ増えた。うん、俺めっちゃ料理作れんのに食べられへん。え、でもさ、やっぱさ、自分の好きなものしか作らんから。うん、子供の栄養とかが必要ないから。そう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 、そうそう、結局大人向けにしか作る必要はないっていうのはあるかも、うん、子供向けに作られへんもん。生まれればいける。うん、結局な。うん、次のさ、運動会、うん、運動会じゃあ遠足やってんやん。で、このキャラクターしてるお弁当作ってるキャラだよ。知ってるよ。結構上手でしょ。うん、ね、おぱ
番自分でやったの。そうそう、でも君のこのキャラ分かってる。めっちゃ好きやねん。歌わないっていうの。まず歌あるん。これのおパンチ、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 うさぎの後もいっぱいあるんやん。っていうのを君の歌、歌うねん。糸はちゃんの幼稚園って流行ってるらしいの。はいはいはい。そう、それをやっぱちょっと新しいな。ちょっと新しいよね、うん、ちょっと新しい。こっちではまだ流行ってないの、うん、こっちではまだ流行ってない。そう、それを聞いて面白いってやっぱハマっちゃって。へえ。でも確かにパンツなんてな、そこの大好きやもん。そうやね、そうやね、そのネタ面白いね。パンツ。とわちゃんさ、ネットフリックスでさアニメ見てるやん。一個気になってるやつあんねん。何ですか？これ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 。あ、はいはい。ウィンドブレーカーかな。うん、ウィンドブレーカー。喧嘩のやつだね。喧嘩のやつ。あー、面白そう。なんか悪役じゃない喧嘩者って感じかな。なんか東京リベンジャーズのさらにもっとヤンキー要素なくした感じ。ああ、見やすいね。見やすい見やすい。あの人のためとか平和のために力使いましょうみたいな。うん、すごいなんかその女の人が好きそう。したと女性人気があるんちゃうかな。やっぱ最近なんか面白いなって思うのは、そのヤンキー漫画がその女性向けなの。女性向けだね。東京リベンジャーズも見てるの女性なんじゃない、うん、そうやね。そうそう、クローズとかあの辺の時代と違って、うん、今はヤンキーものはそう、もう女性のものって感じがするようになったな。キャラのなんていう見せ方がだって、もう女性人気が高そうなビジュアルというか、うん、アニメブームだ、うん、で、ヒロアカ見始めた。もうちょっと終わりしたいけどな、うん、本誌は、うん、もうそれぐらいに本誌はもうクライマックス。気になっちゃうから、うん、追うのめんどくさいみたいなとこあるから。気になっちゃう、うん、でも配給終わってから全部だったもん。うんうん、ブルーロックがまだまだ終わらなさそうで気になる。ああ、終わらん感じするよね、うん、まだまだなんかずっと続けれそうな、まだまだやり方してるよな。今はアニメブームです。私アニメいっぱい見てます。アニメね、うん、漫画だからあんまアニメだからな。おそばのご準備させていただいてもよろしいですか。はい、ね、仕事して育児して家事して漫画見る、そんな生活やね。土日は田舎に遊びに行く。都会には全然行かない。それで言うと最近仕事がほとんどかな。ああ、そうやな。どう仕事？もぐいてる？ガチ1日多分20時間ぐらい。ガチで。1日多分20時間ぐらいやってるから。マジで？マジマジ。一生仕事してんじゃん。別に仕事してるとか気になんねんの、普通に。ああ、いいね、うん、いいね。いや、よくないよくない、うん。離れたいなと思うけど、離れられん。ねえ、ねえ、ね、トバちゃんってさ、なんか趣味あんの？ストレス発散方法は？気分転換は？あ、俺それで言うとすごい楽で、うん、まあ趣味はそもそも漫画見るの好きやから、漫画は多分めちゃくちゃ見てる方、めちゃくちゃ見てる。だから別にそれでまず楽しみはもう足りてんのよ。あ、足りてるんだそれ。うん、全然。私俺アウトドアでなんか体動かしたりとかもないから。運動もしない？運動はそう、健康のためにみたいな感じ、ほとんど、うん、なんか特にしないけど、趣味は漫画で、あと旅行。ああ、いいじゃん、いいじゃん。旅行は多分なんやかんやそれなりに行ってるの。うん、ちょっと遠出してなんて車で2、3時間とか、あの日帰りで名古屋行ったりとかするから、うんうん、でそういうのは趣味かな。ここでもやっぱそって何だろう、旅行は多分そんな頻度もないやん、まず、うんうん、まあね、だし漫画もさ1話見るのって一瞬で終わるから、うん、ほとんど仕事の合間に、例えば仕事で書き出し中に、うんうん、別になんてもう休んでるけど、うん、ドフリーの時間じゃないみたいな時間に見れるから、何かしら仕事してるんでしょ、まあ、でもそれは最近急にここ1週間だけの話かな。ここ1週間多分毎日15時間から20時間ぐらい。でもやっぱこの58分撮ってんのにさ、ほとんど楽なんとか。子供たち仲いい、めっちゃなんかほんまちっちゃい時の私たちが見てるんですよ。2人でキャッキャッキャッって遊んでんの。基本2人で遊んでる。そこにそばいた。うん、そばやな。そこにそば入れるんだ。うにこがよっとかなかんやろ。後入れても違うよ。大丈夫です。なんか看護師みたいな。わかるよ。あの点滴とか打ったでさ、これなんかちょっとあるみたいな。うん、これだってるの。普段俺ここじゃないけどみたいな。大丈夫ですよ。あのそこでルート取るだけですよ。優しかったね。子供仲か。仲いいし。珍しいね。俺ら多分子供の頃はタイプ一緒やったからさ、それではしゃぐ系やったから仲いいのわかるけど、なんかタイプちゃうのに。ね、タイプ全然違うんだけど、ね。仲いいってあんま、うん、珍しいかもしれない。一緒に遊んでる。キイちゃんがこれやってって言ったことを宗介が素直にやるからね。うんうん。父ちゃん嫌とか言わんとやってあげてる。うん、そんな感じやってあげてる。そうな、つくすけも結構マネしたがる。そうそう、それも楽しんでるしね、うんうん、そう、かわいい、めっちゃかわいいわ。遊んでる、遊んでる時に喧嘩はせえへんの。たまになるよ、やっぱり。例えばさ、恐竜とかで攻撃し合ってたりして、あ、はいはいはい、ちょっと痛くなっちゃったりするじゃない、うんうんうん、そういう時に痛かったとかなる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 、喧嘩する、うん、そういう喧嘩もちろんあるけど、基本的に仲いいし、ね、なんか珍しい。幼稚園昨日終わった後一緒にね、迎えに来たからですね、そうですね、一緒に行きたい。ソウスケのとこ行きたい。そう、相手がソウスケがいないと、ソウスケはどこ行きたい。
馬だって言うと嫌やっていうね、一緒にいたいって、うん、仲良くて嬉しいな。そうやな、なんかそこはさ、うん、なる強制するとこじゃないや、うん、でそれは仲いいのがいいと思うけど、うん、ほんまに合わへんのにとか、別にお互い興味もないのにわざわざいや仲良くしてるっていうのもね、うん、お互いな喋りたいって喋ったらいいし、うん、別にそんな悪さしやねやったらお互いが好きなことやっててもいいと思うけど、うん、仲いいに越したことはないみたいな。二人ともね今ねいい感じなのだからね、幼稚園も機嫌よく行ってるし、確かにな、そのぐずるもなく、うん、ないね、仲もよく、うん、で別に行った先でも別に、ね、そうやね、友達と別に問題もなく、そうなの、まあ、順調やな。今はねこれって言った悩みがあるのすごいいいいいけどな、子供たちに関してはねもう別にいいと思うよ。まあ、もっと言えば栄養面、ご飯も何でも食べるけどやっぱちょっとお菓子食べ過ぎが気になるとかそういうのがあるよね。ああ、はい、でもうちょっとお菓子の量、砂糖の量を減らしたいなみたいな、そんなのがあるけど、うん、まあ、ほんとそれぐらいでご飯も食べるようになってきてるし、でお肉も魚も好きだし野菜も食べるし、うん、いや確かにあんま野菜とかの好き嫌いもあんま、うん、あんまないよ。まあ黄色はナスが嫌いって言うけど、今ね食べないといけないものは割と食べるから、うん、別にそうなの、栄養も別に正直それ以外で取れるっちゃ取れる、もし1個が無理でも、うん、あんまり強制する理由も、育てやすくなっちゃってびっくりしてるね。全然ワンオペいけるよ今ああ、まあ年齢もあるやろうけど、うん、もちろん、うんうん、やっとね、イヤイヤ期を通り過ぎて、そうイヤイヤ期通り過ぎて、まあそうすけなぜなぜ期長いけどね、ずっとなんでなんで、でもそれはあれちゃう、いいことかな、うん、いいことやと思う、分かんないけどね、ほんといまだにずっと言ってるの、半年以上続いてるねなぜなぜ期。いやっていうか別にそもそも賢い部類やん、まあ、賢い子ってずっとなぜなぜ言ってるけど、まあでもそうなのかな、うん、別にそれはなんかなぜなぜ期ってよりもなんか資質というかそういうもんみたいな、でも困ることといえば我が虫ブームってないのやっぱだから常になんかいる、最近もね、うん、青虫捕まえてきて羽化させたんよ、長女になってんの。いやすごいけど、そうすごいけど辛いな俺それ辛いなとはやらなあかんね、見て綺麗な長女なんで、あすごい綺麗やけどいやでもこれが芋虫やったわけやろ、えそう、それがめっちゃ気持ち悪い芋虫やって、なんかさこのちょっとチクチクのあるようなさ、うん、黒い大きいな点々があって、それを捕まえてきて育てたわけ、羽化して飛んでいったしね、いや去年からのカブトムシがさ、うん、今もう幼虫になってるわけ、どぶといね、しかもこんなでもうすぐサナギになるよっていうところだし、いや虫か今日はさ、別にほんまに別に乗れるやん、ガチで、もうガチ好きやからね、そう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 、例えば嫌いなもん乗るって難しいね、ずっとね、なんかいる、何かがいる、最近はサワガニとかも使われたかな、ザリガニとか、でもだからそう思うとさ、それはなんて言ったら田舎やからそうや、うんうんうん、自然があるからや、うん、なんか今のその都会の子ってさ、うん、そういうのは全く触れずに結局最後まで育つんから、それともやっぱ親が意識的になんて触れさすもんなんかな、都会にはほんまにサワガニなんておらへんね、一個も、あでもサワガニはさすがに触る機会あんまないんやない、あの海遊館で見るぐらいじゃない、カブトムシですらないよ、だって山ないねんから近くに、カブトムシは昆虫館に行けばいるじゃん、触られへんから、うん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 、なんていうそれ、ガラス越しで見るだけだから、女の子ってその興味持つんかなと思って、そもそもその触れないものに、分からんな、うん、キヨンたちは触れてるから興味出てくるけどさ、そうやな、分からんな、でも最近ね古民家に昨日の友達遊びに来たんよ、うん、幼稚園の子が、うん、はやっぱザリガニとかそんなに興味示さんかったね、我が家の池ザリガニが釣れるところが楽しいのにね、まあうん、目玉スポットに引っかかる、うん、うん、そういやそうだったもん、だからやっぱ結局触れさせてないもの知らんものに興味は持たれへんねんな、うん、何が好きって言ったらポケモンが好きって言ったら、うんうん、そっちに触れ多く触れてるんかな、ねえねえ、し私びっくりしたのが1日1回外で遊ばなくてもいいんだって、あ今の子そうやと思うよ、うん、そう田舎だけやと思うガチで、うん、もうさうちらさね、午前中3時間外で遊んでお昼ご飯食べて午後からも3時間とか外で遊ぶよ、うん、だから結局環境が人を作るから別にもともとそれがない生活やったら別にもともとそうやっていう育ち方をすると、うん、それ聞いてさもう目の前でそうなんてさなんていいんだと思っていや私は羨ましいと思ったよ、いやまあまあそう親からしたらね、うんうん、疲れる疲れる本当に、外で遊びたい子やったらそれは良くないかもしれんけど、うんうんうん、別にほんまに部屋で本読むのが好きなんやったらさ、うんうんうん、それでわざわざなんて子供は外出るべきだみたいな、ねえねえねえ言わなくていいもんね、別に中が好きなら中で遊べばいいじゃん、うん、そうそうそう、ね、でもさ我が本当にね、あ外で遊んで帰ってくるじゃん、もうそのままなんだろう庭とかでおるもんね、うん、家の中に入ってこない、だからそうそう、うん、今だからちゃうんちゃう都会をまた、どっちがいいとかないけど、うん、どんな感じなんだろう、育ち方は絶対違うな、うん、でも思うのは都会に
高いっていうかに来ると待てる子多いなって思えば、あ、順番待ちできる子多いなって思えば、うんうんうん、ね、田舎もさ環境よな、ね、それが当たり前やから並ばないじゃん、うん、でもさ都会だとさやっぱブランコも並ぶじゃんとか、そもそも施設の中の遊ぶエリアやから、うんうん、待たないと入場、うん、入れないそうできひんとか座って待ってたり静かに待ってたりする子多い。そうだね。うん、キイちゃんそうちゃん家の中で騒いでも問題ないじゃない、近所がいないから。あ、はいね、大きな声出してもこうドドドドドドって走ってもいいじゃん、ね、でも都会の子たちはそうじゃないじゃない。だからなんかちゃんと礼儀正しいね、みんなね、偉い偉いなって思った。こっちであくずきりがあるやん、あったかいお茶とわらび餅が出てきた。キイちゃんねめっちゃ偉くなったのよ。なんかどうしようもないわがまま娘だから。いや、それに関して言うなら半年ぐらい前からもうそうやで、あの、うん、やっぱちっちゃい他の同世代の他の子と遊んでるの見て、うんうん、てかなんならもう3歳ぐらい上の子と遊んでるの見てもなんて理解の仕方が全然違う。うんうんうん、なんかね最強だと思ってる、うん、積極的に話しかけるで、うん、他の子にでちゃんと疑問使えるしで、えるらと思ってるのですけど、やし周りに流されへんしな、うんうん、意外となんか、うん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 、なんかその、うん、自分は自分っすみたいな顔してるから、周りの子がやってるからなんていうの、自分もルール別に破っていいやもせえへんし、うん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 、ダメって言われたことはちゃんとやんない。変な滑り方とか周りの子がしててもやんないよね。周りの子がいくらしてても別に何もちゃんと普通に理解し合ってるから、うんうん、で、そうすけも1歳下やけどもうすでに分かってるし、うんうん、これもなんか滑り台滑ってる時かな、これまたそうすけはまだ前に人おったけど滑ってたね、うん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 、って言っても、うん、その一番下のってもうドキそうな感じやけど、うんうん、でもまあもうちょい待った方がいいんちゃうみたいな、ちょっと危なないそれ、うん、向こうの子遅かったらみたいな、で滑って帰ってきて、でここ怖いでって言って、うん、で分かったっつってまたこうバーって言って、で今度は待って滑るようになって、で滑ったと、で次はなんかそのもうすでに向こうにそのおんの子供、うんうん、で滑ってこようとしてるのに宗介、うん、がどかへんみたいな、うんうんうん、時があった、うん、あるある、ゆっくり別に、まあそれはなんてゆっくりなだけ、うん、邪魔してるっていうのも別にゆっくり動いてるけどちょっと遅かったから、そして一回滑ったらさっきも言ったけど周りの子に当たるか当たらんかで、当たって危ないから今回も上に人おるやろって、当たって危ないからこの場合は組織がこっちに避けなあかんねんって、うんうんうん、って説明した。だから滑り終わったらすぐに立ってで横を避けてからゆっくりしやっつって、でもソウスケの場合キリノと違って別に返事とかせえへん、なんかしないね、こっちをポーッとずっと見つめて、うん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 、なんかうなずけるときもあるし、うなずかないときもある、なんなら、うん、なんかポーッてこっちを見てうん、うん、話は聞いてるんだろうな、話は聞いててでそのままあの登っていったうん、うん、しばらく5秒ぐらいこっちをなんかポーって見てダッダッダッて登っていって、んで滑って、ほんであ滑ったわーと思って見てて、すぐ立ってどっか横を受けて、うんうん、あーえらいえらいって言って、ほんであーえらいよかったと思ってキリノの方見てた、うん、キリノ何しようかなと思ってキリノの方見てて、そしたらそうすけばその横を避けたままあなるほどね、うん、隅の方でずっとボケーって立ってた、ね、うん、あーそうすけごめんと、そしてあのそれ横を避けてゆっくりしてもいいって言ったけど別に行ってもいい、うんうん、ゆっくりしたかったらゆっくりしてもいいし、行きたかったら行ってもそれはあの自分の好み単純にそこのここの滑るとこにおらんかったら大丈夫って言って、そしたらまたこう返事もなくこうポーッとこっちを見てタッタッタッで滑ってで避けてタッタッタッ滑ってみたいなのを、まあ、繰り返し出したんだけど、まあ、キリノみたいに返事するとかないけど、でもなんかあこの年でそれちゃんと1から10まで説明して、まあ、どこまで1から10のどこまで理解してるかは知らんで、けど一応かいつまんで理解して、うん、実践してるんやと思って、うんうん、あ相当賢いなと思って、それなかなか難しいかな、うん、そうじゃんね、うん、賢いよ、本当賢い、もうね数が分かる、早いな、うん早い、もうね5を数えれるね、ちゃんと、今日の幼虫何匹おんのってどしこさんが聞いとってさ、うん、なんていうのやろって言ってさ、1,2,3,4,5怖いなすごいみたいな、2人目が早いって言ってにしてもみたいな感じ、でもやっぱあるけどね2人目の速さ、うん絶対あるからね、全然スコアれへんねんけど、これどうしたらいいの、いや私もこれめっちゃ難かった、もう普通にここ口行こうかなって何回も思ったけど頑張った、うん、でもね私ねちょっとイライラってしちゃうタイミングが決まってて、うん、ご飯晩ご飯まあ食べさせるじゃない、うん、2人でこうやってね、うん、ご飯全然食べやんとおやつちょうだいって言われるときは、うん、なんかイライラってしてしまう、なんかモヤモヤって、何にご飯食べなかった残したくせになんでおやつ欲しいって言うのって思っちゃう、それにもいろいろ理由あるやん、例えばさなんて自分の手間を無駄にされた気がしてイラつくのか、うん、それかさそうじゃなくて単純に栄養のあるものを食べる、食べればいいのにそれ食べた方がいいのにそれを食べずに栄養が偏るようなものを食べてるっていう不健康さにイラついてんのか、どっちも
え、だってさ、それはさ、うん、ご飯作るのって大変やん、こんだって考えて、ね、うん、買い物行って、ね、こっちはさ、子供たちの栄養のためにと思って毎日作ってるわけ、うん、まあ、そうやな、そうよね、そうで、しかもちゃんと好きなもので、嫌いなものを出してないやん、苦手なものもちゃんと好きな味にして出すわけやん、だからさ、この嫌いで食べれないわけじゃないの、何に残しちゃうわけやんか、うん、特に、まあ、そうちゃん、まだちっちゃいからなんだけどさ、うん、お風呂入って出て、お腹すいたって言うわけよ。はいはい、食べてないじゃんからじゃんってそのまあその時食べとけよって話、ね、そう、うん、だからでその時にまあご飯を出せばいいんだけど、いいんだけどもやっとした、そこが最近の私のイラッとしてるポイント。まあでもそればっかもうずっと続くもんやな、子供がそれを普通にご飯食べるようになるまでさ、だってやっぱどこまででも強制しきれん部分や、うん、だって、まあ、どうせまず食べへんや、うん、どれだけ言ってもだからこれどうしようと思ってる。まあ続くもんやな。まあでも少なくともいいやん、別に終わりがあるやつじゃない、それって。そんなんだ、まあそうやな。で、金のの年齢になればもうなあんまりないしね、うん、やっぱ回避できひんイライラやけど、まあ時間、うん、だからそこをいつもね、なんかご飯時間いつもグッとこらえてるの。そっからは何もないんだけどね、ね、普通にお風呂入って、お風呂長いけど1時間ぐらい入ってね、出てルーが家事してる間だけはテレビ見といてもらって。そうやな、うん、だやっぱご飯作ってるっていうのもあるんやろな、自分で別に栄養も特に考えずに出来合いのもん出してたら多分そんなイラつかんと思う、うん、こっちが考えてるからやろな、うん、やっぱ食べてほしいと思ってるからやろな、まあまあ、それは別に当然の心なわけでさ、それなくしてんのもちょっと変な話、そこで諦めんのもさ、なんかちょっとさすがに寂しすぎるから別になんか、まあまああと1年、まあ時間区切りのイライラやろ。そうやな、そうやな、こう母ができることってさ、言うたらご飯ぐらいかなと思うよ、うん、毎日できる、やってあげられることってそうじゃない、しっかり栄養のあるものを食べさせてあげることかなって思う。まああとは見守るぐらいしか、まあ正面あんまないもん、うんうん、あとは自分の選んでいくものじゃん、うん、でいろんなことを経験、まあもちろんできることある、その細々言えばいっぱいあるけど、うん、まあ一番なんかその子供の体に直結してるのはそこやな、うんうん、って思うとさ、だからさ、なんだろう、毎日魚系を出すようにしてるのね。だからこのお肉の時はシラス乗せてあげるとか、その魚が何かしらの形で入れ込む、入れ込んでるから、うん、無理な時は鮭フレークとか、はいはい、でも基本はその煮魚とか焼き魚でちゃんと魚でタンパク質を取ろうと。そう、まあ、でも鶏肉好きやねん子供たち、うん、だから朝ごはんとかは鶏肉出したりとかして、うん、めっちゃタンパク質を捨てるの私。どうなん、子供ってさ、多分俺たちぐらいの年齢ってさ、多分炭水化物よりも多分タンパク質重視してる感じあるけどさ、子供ってどうなんやろ、炭水化物なの、タンパク質、炭水化物も必要だけど、まあね、やっぱメインとなるのは、まあそれ体作る、筋肉作ってるわけやもんな、うんうん、そういうのをさ、やっぱこだわってると余計にさ、うん、まあそれはそう、思うところが、自分が手間暇かけた分やっぱ反動はあるよ、ね、あんまり気にしないとこは食べなくても、うんうん、じゃあ次食べてぐらいの気持ちでな、え、まあ、怒りうることよね、その当たり前のように、当然そりゃそうなるだろうみたいな、そう、分かってんねんね、あとね、ただいざその場に居合わせちゃうと、まあ、それはイラつくよ、ね、そこかな、俺ですらだって思う、別に子供おらんのなんで思うよ、普通に何を思うの、めちゃくちゃ思うそう、まあ、子供じゃないから思うんかな、もしかしたら自分の子供には思わんのかもしれんけどなんならね、その、それこそさ、あの、こういうの作る、なんていう、要はしゃぶしゃぶするとか焼肉するの話もそうやけどさ、例えばさ、焼肉焼くやん。もうめちゃくちゃ上手に焼ける時があるやん。もうこれやばい、俺、あーうまいわ。俺の焼肉マジ最強と思うやん。あ、やばい、今回は一番いい焼き方したな。この店舗始まって以来、一番多分焼くのうまいやつが現れたの。そんなこと思ってんの？だから、食べてほしいと思う。当然、うん、基本的にはこれ別に自分がってよりもその相手がどうかやから、うんうんうん、いやでも最高のができた、うん、これ最高、今が食べ、今食べてほしい、うんうん、でほんで出すやん、うん、でそういう時に限ってスープとかさ米とか食ってるとかなんだそのユッケとか食べちゃってるみたいなあ、ちょっとごめんさっきユッケ食べさせてみたいな、いつも食えるやろダメなのそれユッケなんていつも食えるやんけえ、めっちゃ嫌や、そんなデートしてさって言わんよ、言わんよ、まあ、でも内心思ってるってことね、言わへんし、もちろん食べてほしいから、あのめっちゃこれ上手に焼けたから今食べてやみたいな、その言い方変えるで、うん、もちろんそのあま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 あ、まあ、食べてほしいのは食べてほしいから、うん、当然食べてって言うけど、そうそう、もちろんそのポジティブな気持ちで食べてもらえるように、うん、イラつくっていうか、なんかあのサッカーでオフサイドをもらった時みたいな、うわっみたいななんてやみたいな、うっさいのかなみたいな感じ。
感覚的に話変わるけどさ、うん、最近さ蛙化現象ってよく言うじゃない、ね、最近とか1年前とかやけど1年半とか2年前とかやけど私さその意味知らなくてさ、うん、調べたんよ、はいはい、ああなるほどねこういうこと思うあでも本来の意味とは違うでも今の蛙化現象はえなえるみたいな感じじゃないあ、もうそうそう、昔の定義は自分が片思いして好きやった人と両思いになった途端、うんうんうん、その興味がなくなるみたいなのが蛙化、ね、本来の意味の蛙化やってんけど今はこういう一面を見るとげんなりするというかげんなりしてブサイクに見えるっていう意味の蛙化やほとんどは、うんうん、私そんなこと考えたことなくてさ蛙化現象ってあんま経験したことがないんだよねあるそれこそあれじゃ平行いたとかなんじゃないあなんか普通におならされたさすがになんか異性としてみたいなあって話しちゃう、ね、あなるほどね、まあ、それをそこがまあじゃあなんでみんながああって思うところだとしたら、うん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 、その多分話題になってるのはもっとそのグラデーションの浅いところあそうだねなんか財布を見せたらダメとかでしょとかその現金見せたらダメとか、うん、なんかポイント使ったらダメとかそういうあれだよねそうそうそう割引なんか券使っててないかみたいなとかデートの時店のマップ見て迷っててないかみたいなああしゃあないやんなそんなの頑張ってねでもおるよね本当にねでも帰るかっていうから変やけどさ、うん、単純に自分の好みの話よね、うんうん、やな自分の好みの話よねそうそう好きにしたらいいやん別に、うんうん、なんていうのこれが嫌とか財布見たくないとか、うんうん、別に個人が思う分には勝手やん、うんうん、でまあ個人が思う分には勝手で個人がそれを発信して叩かれるのもまあ勝手という、うんまあ、そらそうなるよね俺別に全然財布ってのある女の子男の子がおって別に普通やしいや俺も思う時あるのほんとにでもさ気持ちはそうなのねでも大事みんな内心出さって思うから嫌なんだろうねでそれはでも言わんでしょってその大人は、うん、そのわざわざ別に言う必要ないもんって、うん、別に自分が離れたらいいとか別にそれ以上に好きなとこあったら気にしないとか、うん、別に大人は処理するやんかって、うん、でもやっぱ中高生がまだそういうのが全部を全部きれいにうまいこと消化できるわけでもないし、うん、もちろん大人でもでそれでこう SNS でなんか言っちゃって思わぬなんか、うん、みんな思ってるのになんでやみたいな、うん、いやそれ大人は言わないっていうことやったらいろいろ言っちゃうもんねでもみんな別にあるよ、うん、絶対あれもあるじゃんデートおごるおごらない論争ああうんうん男子がおごるべきかどうか、うん、どう人によるやろ、うんうん、私もそう思うけど人によるってそうなんであんな一般回答を作ろうとしてるのが間違い、うん、ああそうだよねそうだよねなんであんな一般回答を作ってこれが正解だみたいなそのするからあれなだけで好きにしたいから私ねそれをね真剣に考えたことがあるよいや正味さ夫とさ出会って8年、うん、もうさ財布も一緒やしさ全然関係ない話やん、はい、そうでも自分ってどうだったっけみたいな、はい、考えた時に普通に年齢でよくないと思ってなんか年上の人とご飯行ったらありがとうございましたって言うし自分が年上だったら払うんじゃない、うん、違うじゃあ同い年やったらどうするどうしよう違う、そういうことや別にそんな分かりきった話はしてる誰もそんなさ先輩後輩の話じゃなくて一般的にはその対等な立場であそっかそのデートとか恋愛的な場の話しかしない恋愛かじゃなくてそらそうだろうち夫はおごってくれたでさおご、うん、ってくれる人が好きなんかもあねなんかやっぱ女性扱いされてるって思うよねほんまのほんまで言うと、うん、俺1回目は割り勘で2回目以降は男が出すああいいじゃんいいじゃんが俺はいいなと思うけど結局多分1回目から全部出してる、うん、で年数経つと割り勘になっていく感じかな多分俺自分の場合な俺はそもそも1回目はお互い分かってない状態だっていうことが多いから別に半々で次2回目から自分が一緒に行きたいと思うんやったら自分で出すって感じか別に一番でも納得いかんのは自分が何とも思ってなくてでも誘われてなんか断りづらくて行ってなんか割としっかり会計で出さなあかん時とかやっぱその胸には来るけどなそれ言わんでまたさっきと一緒でおいとは言わんで男性の本音だねでもとは言わへんけど言わへんその言うわけないよあのもちろんあのお手洗い行ってる間に子会計するよクレジットでするけどあの俺誘ってないしなんなら今日の会話めちゃくちゃつまんなかったのにでもそれ自分が言ってるからだよその言葉っときゃいいだけや自分が誘いの乗った時点で、うん、自分も少なくとも割り勘はした方がいいよと思うけどでも結局でも俺は出すわけ、うん、そういう場でそこでもやっぱ自分の言われへんわけ割り勘だろとはそりゃそうだよね電卓持ってこいとは言われへんわけそこで今日私出すわみたいな
言ってたとしても結局お会計済ませるよ。で、ああありがとうごめんな誘ったのにみたいな、全然いいよ、じゃあ次出してなみたいな、うんうんうん、じゃあ次あのカフェご飯食べた後、じゃあ次のカフェ出してもらうかなみたいな、うん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 、分かったって出すかな。なんかあと出す方が楽って思うとき、あ、まあそれもそう、出さんかったらまずあの文句言いづらいどういうことどういうことなの。これご飯屋さんで、あ、なるほどね、あのね、味のね、味とか接客が悪かった時を出すようにするのよ。あ、そのもしこなんかさ、割り勘の中でもごめん俺ここ出さして、あのその代わり出た後俺バリボロかすようわ、でもごめん出すからごめん聞いてほしい、なるほどね、あって言って出すときは、あ、そういうね、奢ってもらって味に文句言えないもんねかそうそう、自分がいまいちって思ってる時ほど自分で出すから、あ、なるほど、ね、だって言いたいもんね、それ共有したいもんね、言いたい、もうボロカスに言いたいボロカスって言わんでいいけど、ね、でもさ本当に嫌な思いした時とか言いたいもんね、うん、言いたいから自分で出すとかあるし、まあでも基本は全部出すかな。コンビニとかまでは出さんかな。あ、うん、とかカフェのほんまに一杯なんて、しかもなんて結構安めのカフェとかって出さへんかもしれない。ご飯先出してもらったからって言われたら、ああじゃあお願いとか言うけど、しかも付き合ってない状態で自分が興味持ってるんやったら出すけど、でも内心はやっぱ思う時あるんだよ、興味ない時とかあんまり乗り気じゃないとか、乗り気やったけど行って全然やったとか、実はマルチやったみたいなとか、あ、そんな、おいそれそんなことあるのおいそれお金取ろうとしてるやんけみたいな、そんなことある、やっぱ友達とかあるで、あるご飯行ったと思って、なんかその私そうそう、なんかスカイダイビングがどうとか一緒に行こうみたいな、うん、そのスカイダイビングの実はそれ裏で紹介料もらってるみたいな、そのマルチとかまではいかんけど、なるほど、そうそうそう、そういう感じのね、デート一緒に行って男の人がお金出した、実はそのうちのナンパーが女の人の方に来てる、そんなことあるの、あるある、そのダイビングもあるで、ダイビング女の子趣味ですみたいな、あのママやってんじゃんそれよくない、それ非常によくない、それよくない、嘘やで、ね、嘘やで、ね、絶対やってない、非常によくない、自分で絶対言ってる、よくないけど、ネタとして言っただけ、わかるわかるわかるけど、マジでやってるよやってるママ一人でダイビング行っちゃうからさ、そういう人だからけど、そういうのもあんねん、ダイビングスクールとか、なんかスクールに通わないとできひん趣味ってあるやん、うん、とか、あと船舶免許とか、うんうん、船乗ってどっか行くとか、けどお金出す出さん、恐ろしい、多分俺どっちかっていうと古い考え方やから、うんうんうん、やっぱ出すべきとか、あ、エスコートするべきとか、うんうん、なんていう豆であるべきみたいなのがあるからするけど、でもやっぱ内心それ思うし、なんか、うん、マジかよみたいな、うん、これでこんな取られんのかよみたいなやっぱそれある、まあそれそうだよね、本音もちろん出さへんけど、うんうん、まあ、で出てんのかな、分からへん分からんね、そんな私になるとさ、もうさ、なんだろうな、興味ない人とはもうご飯行かないじゃん、そもそも行った位置で、うんうん、行かへんね、行く時点で、で自分が興味持ってる人だったら私はおごってもらうか、あ、逆に、うん、あ、うん、あなたのこと好きですってなったらおごってもらうかな、好きです、だから出したいですとならへんね、うんうんうん、やっぱね、なんだろう、愛されたい欲があるから、それは愛されたい欲よ、なんて言うんだろうな、そう、なんていうか、やっぱさ、うん、デート代を出す方が男女の関係っぽいじゃん、それは古い考え、わかる、本当になんだろうな、女子として見られないからおごってほしい、あ、そう、出されてることが、でもなんかそれならちょっと自分売り物にしてる感あるけどね、うん、女性っていうステータスを売ってると、女性として見られてる感を、そのデート代を払ってもらうことで認識するのは、うん、なんかちょっと歪んでる気がするけど、本当になんかそんなんじゃなく、もっと女性の価値というかさ、その人を異性として見てることは、うん、でもそうは言いつつ、じゃあ口だけ言われたってどうなんて話があるよ、いくら好き可愛いって言われても一円も出さへん男の人見るとそのなんていうのそれはそれで問題な気がする、そうだね、そうですね、確かに価値をそれで感じるとか、女の人として見られてると思うのはちょっとどうなんかなと思いつつ、じゃあ逆に全く出されてもないのに、うん、口だけどうのこうの言われてそう思えるかって思われるから、まあもうやっぱこういうのはスクリーニングっていうのかな、確かスクリーニングやったっけ、なんかあんねん、なんか経済学でなんかやったんやけど、気持ちがあるとしてもそれは結局数値的な金額的なもので表した方が、てか表さないとそれ分かんないですよねっていう、うん、でもだからといってメイク代とか服代にかけてるからその分払ってとは思う、うん、やし、それちょっと違う、ね、そなんかさ、よく分からん、計算で一つ思うのは、え、じゃあもうめっちゃめんどくさいこと言って、うん、え、ちゃんとそれ日割りで計算した日割りで計算した、おもろい、いや、めっちゃ悪い、俺ガチめっちゃ言うな、確かにね、いや俺は確かにね、そういうの、化粧品1万円の化粧品買っ
だってね、100回ぐらいは使えるんだから。いや100回どころじゃないよ、なんだ1年かけて消費する化粧品やから、ね、まあもちろんもちろん、あもちろん1回も使えるなくなるのもあるで。そうだから、そしたら採用年数にもよるけどさ、そのものが持つみたいな、1回の使用量的に1ヶ月しか持たへんから、うん、31で割りますって分かるけど、うん、なんかその決まりは笑うんだけど、いやそもそもなんかそんなことじゃないって思う、うん、そこじゃないよね。お金使ったからとか、うん、こっちの気持ちどうのこうのじゃなく、普通に払いたいと思ったら払う、うん、割り勘の方がいいと思ったら割り勘でいいし、まずその個人の話、別に人が立ち入る話じゃない、うん、それも大前提。その上で、でもそう言うならば、あなたが費用計算の話を持ってくるならばね、ちゃんと私のために使った1日の金額の計算ですか、それは、うんうんうん、1万使いました、1年間使います300で割れよっていう、めちゃくちゃ安いやんけっていうなるほど、面白いけど。で、時間使いました、1時間用意にかけました、うん、でもデートで1万使ったら、じゃあその1万男が稼ぐために何時間働いてんね、うん、っていう、そんな、まあ、無理やん。でも現実的じゃない、そんな計算、まあ、そんな計算で決めるもんじゃないと思うけど、だからそこじゃないよね、そこじゃないけど、まあ突っ込みたいけどな、うんうん、でもなんかそういうさ論争があったからさ、なんでそれやと思って、あるある、何よくわからんと思っちゃった、よくわからん、ね、そんなんで揉めたことない、うん、ないないないよ、ない。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。梅田のロフト、あ、見て、コナンやってるよ、コナン特設なんじゃない、見て見て、キットがいる。いや、意味がわからん、あれか、3人のやつか、あ、違うわ一人の人や。え？え？マジかよ。話にならんわ。ちょちょちょ、あ、思い出した思い出した。俺アイドル通ってきてないからさ。そうだよね。通って知らないもんね。これ買う。じわっとしたチーズ。私ゆきりんしなんよ。卒業されてね。おめでとうございます。このチルっていう色にしようかな。これにします。これこれ。ちょっと濃いめ。ゆきりんのさ、ことで思い出したんやけどさ、私のさ、中学校の家庭教師、ゆきりんに似てたの覚えてる？女性の家庭教師の人、一瞬来てた人、そう、大学生のゆきりに似てるやん、似てたやん、てか俺正面あんま君のそれ見てなかった、興味もなかったし、まあそれそうだよね、それそうなんだろうけどさ、似てたやん、ほんででさ、ほんででさ、だからさ、ゆきりはさ結構喜んで、ゆきり推しやったからさ、先生似てますよねとか聞いたら、あ、たまに言われますとか誘拐をしながらね、私はね、その時間をすごい男子高校生のように楽しんでたわけよ、ね、そうやな、毎週そのユキリンが来てくれるってことやもん、ね、そう、推しが来てくれるみたいなもんだから、うん、そう、もう、そうそう、なんで1対1やん、なのにね、1ヶ月なのに私寝てたのあ、それどういう顔されて信じられへん目で見てた私のことそう、だからなんか推しにすごいゴミを見るような目で見られてたのを思い出したの今、あ、そういうことそうやな、1対1で寝られるのきついな、嫌でしょ、ただやってたんでしょ、え、でも俺は寝かしてた、塾でも授業中やけど、へえ、10分だけ寝ようかって言って、あ、10分寝ようって、その間の他のことしとくからも全然ええよって、準備だけしとくからも10分寝ようかって、あ、寝かして、あ、それちょっとありがたいかも、でも10分寝たからまあ、うん、すっきりするやんね、ビルバンなんか買っちゃおうかな、見よう見よう見よう、ビルバン今日結構私のものを買いました、ありがとうございます、お付き合いいただいて、帰りますか、お疲れ、お疲れ、お疲れ、まあじゃあ次会うのはいつかな、わかんないね、正直ね、夏かな